今日はゲーム、アニメで大人気ウマ娘、人気キャラクターランキングトップ10を紹介していくよ。ウマ娘はスペシャルウィークやサイレンス鈴鹿、東海帝王といった競馬史に残る名馬たちをモチーフとしたウマ娘たちを育て目標を達成させることを目指す育成シミュレーションゲームです。リズメの音が響く中、駆け引きをしながらの疾走感あふれるレースの描写やブーストをかけて加速していく描写などの臨場感が魅力です。それではランキングをどうぞ。第10位、キタサンブラック。お祭り大好き、元気で明るい人情派ウマ娘。困っている人を見れば助け、悩んでいる人には話を聞き、たくさんの人に慕われる優しい子だが、たまにベランメイク長が飛び出します。可愛い顔、声も無邪気なところも全てが可愛いです。第9位、ナイスネイチャ。下町生まれの高望みしないウマ娘。自分は脇役と考えているため過度な期待からはやや逃げがち。そのためいつも高層泊まりである。下町育ちゆえに生活力は高く、料理や洗濯などは手が空いた時に片付けて、地元のおばちゃんやご老人に愛される名物少女です。第8位、声優スカイ。いつもふわふわとやる気が行方不明なのんびり娘。マイペースで可愛い、しかし結構な作詞で怠惰なのは油断させるためのポーズだったり、本当に怠けているだけだったりしてます。趣味は昼寝と釣り、猫好きでもあり、よく野原で猫と一緒に丸くなっています。第7位、ダイワスカーレット。勝ち気で強気で生意気で一番になることを目指し続けるウマ娘。表向きは優等生でおとなしいふりをしているが、その正体は負けん気の塊。一番になるためならどんな努力も厭わない。常に目立つ大っかにライバル心を燃やしています。勝ち気なお嬢様といった見た目も可愛い魅力の一つです。第6位、ゴールドシップ。思いつくままに行動し、面白おかしく生きる自由人。隙あらばボケ、ツッコミ、熱くなりすぐに冷めます。万人と分け隔てなく絡むが、それはボルシ劇場を盛り上げるためであり、友情や絆をどれほど感じているかは定かではありません。かっこよくて面白い、いつ見ても笑え、可愛いところもあり魅力的です。第5位、オグリキャップ。地方から転入してきたマイペース娘。地元で連戦連勝し、期待を背負ってトレセン学園へとやってき、地元の期待を一身に背負い頑張ろうと思っているが、その言動は天然全開でとぼけています。トレセン学園一の健談家であり、一瞬で米も鍋も空にする大食いです。第4位、メジロマックイーン。名門メジロ家に生まれたお嬢様。優雅ながら思い上がらない性格と品格は他のウマ娘の羨望の的であります。長距離走者としての才覚は一級で、メジロ家にとって特別なレース、天皇賞の勝利を第一に目指しています。マックイーンこそ日本競馬史上最高のステイヤー。競争能力は底知れぬ恐ろしさがあります。第3位、サイレンス鈴鹿。スタート直後から先頭に立ち、そのまま独走する、大逃げを得意とする天才肌。物静かでストイックだが、他者を嫌っているわけではなく、ただ走ることに心を奪われているだけです。怪我を引きずることはあっても決して諦めず、チームのため、そして己のために走り抜けた美しくかっこいい姿に感動します。第2位、ライスシャワー。周りで起きる不幸は全て自分のせいと思い込んでいる、臆病で弱気なウマ娘。実際は単に間が悪いだけだが、完全にジンクス化していて、どうにか拭おうとしています。気弱できなげなのに鬼気迫る勝利への執念、勝負へ挑む精神力が凄まじいです。第1位、東海帝王。抜群のセンスと才能を持つ明朗快活なウマ娘。生徒会長である皇帝シンボリルドルフに憧れ、レースを志し、自分が一番になることを疑わない無邪気な自信家で、その奔放さは誰からも愛されます。小柄ながらもパワフルで機敏な走りを展開し、歌を披露するパフォーマンスにおいてもピカイチな魅力を発揮しています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。